ひまひまとあのひまわるクッキングイエーイ、はいはい、というわけでですね、あのちゃん、はい、今日は私たち、ひまひま家のキッチンにいております。で、今回何をするかと言いますと、とせーの、レインボーわらびもちを作ります。イエーイ。最近 TikTok とか Twitter とかインスタで流行ってるんですけど、わらび餅、普通に売ってるわらび餅をカルピスとかかき氷シロップとかにつけて、あの色をつけてレインボーにして串に刺して食べるみたいな感じのやつなんですけど、それがすごく簡単らしくって、色がついて味もつくということでね、今回はそれをやっていきたいと思います。早速やっていきましょう。レッツゴー。急遽今動画を撮ってるわけなんですけど、はい、こんな感じ用意したのはこれです。わらび餅、もうね、全部開けちゃったんだよね、さっき。ほら見て、これあの普通にスーパーで売ってるやつですかね。はい、2個買いましたね。はい、あとかき氷シロップとカルピスも一応用意しました。カルピス入れてる人見たから色つくのかな、カルピスも。なんか白っぽくなるみたいな。マンゴー味も今回買いました。さて、どうなるのかですね。はい、じゃちょっと水洗いしていきましょうか。本当だ、くっついてる。よし、じゃあアルちゃんお願いします。はい、あ、ちゃんと手洗ってますかね、はい、皆さん。さっきね、でも全部バラバラいっちゃったんだよね、うん、でも本当にこの動画の尺足りるかってぐらいの簡単さです。で、なんかコップあるかな。あ、なんかあれでいいか、ここ、これとこれと、はい、じゃあ5個に入れていきたいと思います。5色ってこと。そういうこと。でも色つくのか分かんないけど、じゃあアルちゃん拭いてもらっていいですか。はい、よし、レインボーわらび餅は成功するのかですよ。よし、 OK、 ありがとうアルちゃん。そしたらこれに液をついでいきましょうか。はい、じゃあ浸る分ぐらいのやつを入れていく量。いや、ちょっと TikTok 撮りながら皆さんやってるので、ぜひヒマラアカウントでアップすると思うので見てください。せーの。あー、めっちゃカルピスの匂いだよ。いい匂い。あ、マンゴー。マンゴーね。ちょっとそれ、いくよ。せーの。辛くない。でもどんぐらいだろう、結構入れていいと思うんだよな。こんぐらい入れちゃうか。そしてイチゴを入れましょうか。はい、じゃあブルーハワイお願いします。はい、これ結構ね、いいやつをね選びました。イチゴ、かき氷のやつ、それも、うん、そうそう、お願いします。音大きいね。どのくらい。あ、結構入れていいと思うんだけどな。うん、そのくらい、はい、ありがとう。これも入れます。結構使いましたね。そうだね、これどんぐらい、こんぐらいだよね。うん、ちょっとこれね、あの、てかさ、これ残ったやつゼリーにしてる方もいる。このまま飲みたいぐらいって言ってたけど無理だった。はい、じゃあ入れまーす。ブルーハワイと同じぐらい入れちゃって、はい、このぐらい、よし、どうかな、もうちょっと、うん、そんぐらいかも、はい、オッケー。それで、で、こっからが本番です。入れましょうか。はい、わらび餅を何個くらい入れんの、これ1個につ。え、いっぱい入れていいと思うんだけど、ダメかな、なんかついちゃってます、ごめんなさい。はい、海苔がね、海苔5個ずつぐらい入れる、まず入れすぎたかな、これ液。まあ、いっか。わ、ちょっと、ちょっと入れすぎたね。完全にもっと少なくて大丈夫だったっていうことがね、今わかりましたね。はい、マンゴーめっちゃ入れちゃったから、うん、緑とかいっぱい入れていいかもしれない。それ、これどう色がつくのか楽しみだね。よし、できた。いい感じ、いい感じね。これ終わったらゼリーにしちゃう、全部残ったやつ。どれを、シロップ、ゼリーにすると美味しいらしい。へえ。じゃあこれを冷蔵庫に入れます。で、1時間ぐらい待つの。うん、
入れよう、冷蔵庫。よし、オッケー。じゃあ、1時間寝かせます。寝かせます。おやすみ。今からシャボン玉のエモい動画を撮っていきます。シャボン玉です。イエーイ。まだ液入ってないけど。それね、私が面白いと思ったポイントなんですけど、見てください。何それ。両方からクシュー。もうなんかすごい、なんかよし、じゃあすぐやるぞ。イエーイ。お互い取り合うって感じ。ごめんね、取ってくれる。で、1秒ぐらいポチッポチッって感じ。ポチッポチッ、うん、ポチッポチッ。オッケーオッケー。あ、もう出る出る。掴んだよね。じゃあしゃがんで、せーの。めっちゃエモい、めっちゃエモい。めっちゃ重い。全然出ない。というわけで、あれから約1時間経ちました。あの後ね、ひろたち1時間ずっとね、あのシャボン玉したの。最初の頃ね、こうなんか鉄砲みたいなね、うん、あのやつが、シャボン玉のやつが全然出なくて、シャボン玉がでもう無理じゃんってなって、テンションが低下してたら、もう一気に出るようになって、グーングーン。じゃあ見てみましょう。はい。うわ、でも色ついてるのか不思議だけど、どうなんだろう。ついてる。ついてないんじゃね。え、一回さ、見るだけ見てみない。一回約1時間ってみんな言ってたんだけど、あんまついてないよね。薄いね。ちょっと時間もうちょいやろうか。ちょっともうちょいやります。はい、というわけで、今ね、もう結構今遅い時刻なんですけど、1時間じゃやっぱ染まりきらなくって、アルちゃん帰ってしまったんですけど、ギリ染まった感じだったので、アルちゃんにも少し持って帰ってもらいました。で、じゃん、こちらレッド、イエロー、グリーン、ブルーで、これたちをなんか、でもちょっとどうしても今日食べたくって、どうしてもね。で、串に刺してみるんですけど、ちょっと明日までね、また余ったものも明日までちょっとつけたいと思います。まあでも一回今日はね、やってみましょうか。じゃあやっていきます。はい、というわけで今串に刺して完成です。じゃーん。なんかあんまカルピスはやっぱね、1時間じゃ色がつかなかったね。2時間ぐらいかな、で色つかなかったので、ちょっとまた明日まで1日また置きたいと思います。残ったやつはね、ちょっと一口だけ味見してみましょう。いただきます。あ、味ついてる。これブルーハワイ、ちゃんと味するし、本当にこの夏いいと思います。これソーダに、サイダーに入れてる人もいたから、あ、それもすごく映えていいと思います。ぜひ皆さんもやってみてください。というわけで、今回はこんな感じで終わりたいと思います。皆さんもぜひ、あのお家でね、わらび餅作ってみてください。あの多分売り切れちゃうので、おいしい。レインボーわらび餅だろ。そう、レインボーわらび餅だから。またちょっと明日まで一日置いてみて、どんな感じか見てみたいと思います。では次回のひまひまチャンネルもお楽しみに。バイバーイ。ひまわら動画かな。バイバイ。